皆さんこんにちは、シダル TV 石井亮介です。本日は茨城県にありますワンウェイゴルフクラブさんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。ありがとうございます。ゾディア、これはね SVW101 っていうですね、新しいゾディアの一番新しいウェッジ、スーパービジョンシリーズっていうもの、フェースにいわゆる乗ってるっていう感じを感じやすいんじゃないかなと思います。おー、いい高さ、いい止まり方。なんで急に、ごめんなんで急に小籔さんゾディアを、これ話せば長くなるんだけどゴルフパートナープロアまで、はい、小籔さんいつも見てますって声かけられた人が、はい、ゾディアの人で、はい、いつも見てますって言われたから、じゃあウェッジ送ってくださいよ指導しますからってちょっと言って実現したという。ああ、そんなことがあの砦国際で行われていたんですね。そうです。あとね、社長の宮内さんが知り合いなので、あのLINE も来たんで、それで、まあ、後ろバックフェース側、このいわゆる研磨しましたよって跡がすっごい残って、うん、ミルドだよね、これ、うん、機械ミルド。あのね、シダルでやったことないけど、ゾディア結構みんな物がいいのよ。だから前からやりたかったんだよね。で、まあ、ソウル形状は、まあ、割とオーソドックスな感じで、まあ、周りがこう落としてあって開きやすくなってますよとか、ちょっとリーディングエッジ受けちょっとありますねとかっていう感じですね。うん、軟鉄炭素が一応売りなんですけど、機械加工も施されてる。で、顔が割とこう、まあちょっとさ、こう、角張ってるっていうか、いわゆるあの、先ほど言った冒険フォージドみたいな、こう、丸いトゥルンっていうよりは、ちょっとこう、ちょっと昔の、まあ、本間とは言わないけど、ちょっとここのボリュームが大きいかなっていう感じはしますけど。うん、まあ、千葉さんのエッセンスが随所に生きてるんじゃないかなって思いますよ。うん、面が大きい感じ。あと、すごいこう、ちょっと出っ歯な感じがして。球を拾いやすそうな感じがします。うん、いい音。あ、止まった。柔らかい音が、打った時のこの高さが揃う感じがすごいいいですね。あら、今日3個目。バッティングも入るし調子いいね。ありがとうございます。あの、おととい人生初のホールインワンもしたんで。嘘乗ってるね、はい、マジで、はい、なんかちょうだい。ま、人生初っていうか、あのパー4で入れたことがまずあったり、 ありがとうあの杉田ゴルフ場のショートコースはもう全ホール入れてますからいわゆるパー70以上の誰と張り合ってんのゴルフ場でホールインワンしたことなかったんですよ、パー3で。いやそこは張り合わなくてもいいでしょ。で、ほらみんなしたことあるっていうし、小山さんだってしてるし、そうホールインワンしてからゴルフは1人前って言ってるから、そうって言われてたからしてないなと思って、あれまだされてないんですか。あのジョークだからみんな本気で怒っちゃダメですよ本気で怒る人がいるからジョークよなので、あの入った瞬間に何を思ったか、今日絶対オーバーパーで回りたくないって思ってあ、それ俺も思った。ちゃんと、うん、ちゃんとアンダーパーで回ってきましたよ。グダグダ、ホールインワンした後グダグダになりたくないなと思ったよ、やっぱり。前半は、ワン、イーグル、ツーバーディー、ワンボギーで33。で、後半ちょっと油断したらツーオーバーになっちゃって、ギリギリワンアンダーで回ってきました。なんだろうな、打感とかはすごいいいです。いわゆる鉄でちゃんと打ってる感じ、あの、余分なものがない感じというか、当たった瞬間にちょっとこうボールをちょっと潰してくれて、ちょっとこう密着感がありながら、ヘッド自体の重たさみたいなものでボールをこうぶってこう押してる感じがすごいするので、フェースにいわゆる乗ってるっていう感じを感じやすいんじゃないかなと思います。おー、いい高さ、いい止まり方。この間さ、はい、田中秀道初優勝フリップモリスっていう動画を違法アップロードしてる人がいてさ、それ見てたらさ、はい、そしたらゾディアのその宮地さんから LINE が来てさ、あのアイアンも千葉の研磨なんですって、もう本当に初優勝ぐらいの本当の若き田中秀道のクラブを削ったの。 V9 いくつとか721ね。721 921はドライ、はい、ウッドの方ね。おー、うん、あのあたりからやっぱり千葉さんの名前が結構売れてきて、今もやっぱり日本を代表する名人ですよ、もう間違いなく。こうやってこうちょっとフェース開いておいて低く打ち出して
ライン出しといてスピンキュッキュみたいなこういうアプローチがしやすそうな感じね。音と球のこの飛びざまのこの質がやっぱりいいよね、プロモデルっていう感じ。ちゃんとこうしっかり打ち込んでいくみたいな感じのテクニックを使いやすい。じゃあちょっとコメントをしてください。ちょっとこう、もちろん先ほどロブショットもしましたけど、まあ低くヒールから入れていくみたいなこと、この辺のソールのバウンス使うみたいなことがしやすいかなっていう感じが打ててしましたし、やっぱ打感はすごい、あの乗ってる感、ちょっとこう分厚いムニュっていう感じもするし、あの先ほどネクスジェの時には結構パチッカチッって硬い音するよって表現してましたけど、それと比べたら割とこうムチュッムチュッってボールを潰す感じがする打感がやっぱりまあさすがだなという感じ。あ、でもネック結構長さを感じるんで、まあ、ネック側の重さでこうボールをしっかり打っていってスピンが入るのかなっていう感じも、まあ、あのいわゆるこうコントロール性っていうか、最近こうウェッジでも重心真ん中に寄せましょうとかっていうモデル多いと思うんですけど、割とこうヒール目で打った時に打感が良かったかなと僕は感じました。もっと時間があればいろいろできるんですけど、時間がないんでまずファーストインプレッションはこんな感じでございます。はい、ありがとうございました。柔らかい音が打った時のこの高さが揃う感じがすごいいいですね。